JP 好きですか？ JP って中町 JP。 中町 JP は俺めちゃくちゃ好きだよ。ちなみに面白すぎだよあいつ、マジ天才。ポテンシャル中身、あれ結構 YouTuber の中でもトップレベルで面白いんじゃないって思ってしまう。しかもなんかいろんなところに対応できるやん。どのチャンネルとか全員相性いいやん。なんていうんだ、そんな人ってなかなかおらんと思う。オールマイティな人ってなかなかいないと思ってて、だけどめちゃくちゃオールマイティですげえなってめっちゃ思うんだよ。だから俺はマジですげえ尊敬してるし、すげえなと思いますね。しかも俺らの動画にも出てくれたし、出てくれんかと思った。出てくれた、嬉しいよ。相馬さんと中町 JP は俺めちゃくちゃすげえと思う。どのチャンネル出ても活躍するし、どのチャンネル出ても爪痕残す。そんな人いる？普通いなくね？俺がもし YouTuber のチームを組むとしたら、あのレペゼンは抜いてね、チーム組むとしたら、俺アイマジャパニーズエンターテイナー、オーケー。ちょっと待って、怖い。相馬さん、名探偵トラン、よっしゃトラン、名探偵トラン、近づけるよ。もっといける、もっといける、もっといける。おい、いいと思うなあ、お前なんか曲作ってた。なんだっけ、なめろ、なんだっけ、なめろだっけ、なんだっけ、なんだっけ、え、なんで、なに、なめろ、なに、なめろ、かげろ、かげろ、かげろ、さあ、ヒトラーすげえ好きだったんだ。はい、なんかどんどん過激じゃなくなったっていうかさ、はい、3年前ぐらいのクリスマスさ、樹海でパーティーやってたじゃん。やりました。でさ、その次の年はさ、公衆トイレをさクリスマス仕様にしたじゃん、はい、その次の年クリスマスツリー飾りつけると思う。YouTuber かよ、ほんとに。中町 JP、 はい、JP 突入です。じゃあ参加するよ。参加する。もう始まってますか？いや、始まってない。いや、いつ始まるの？やばいよ。恒例となったんで、一回ちょっとアナル見せよ。アナル？アナル。え？アナル見せろ。あ、アナルとか見せてもいいんですか？え、いいよ、見せたいんやったら見せればいい。見せたいんや。まあでも、主流は。お尻出して TikTok 撮ってる。TikTok。あ、じゃあ本当に、え、初めて見せるのかも。でもお前それケツで笑わせんかったらもうやばいよ。尻は誰でも笑うからね。一回社長に見せろ。こっそりこっそり。面接面接ある。こっそりアナルです。こっそりアナルです。いや結構すごい、こうなったんだよ。ああそういうことね。ああ、アナル出しても笑わせんかったらお前もダメ。首尻で笑わせれば人としてはさ。タマちゃん最近どうなの？彼氏とか？彼氏はいないと思います。彼氏はいないと思います。仕事は何仕事？仕事はなんかまあ、デリー。まだじゃないですか。まだか。まだ。まだデリー。今メンズエスなんで。メンズエス。最低だよ。これも嫌ですね。この笑いの取り方。いや、あと2人って言われたら誰だろう。小田家。あと1人は、誰でもいいや。あ、あと千葉にゃ。行こう。行きまーす。いや、じゃあ、もう始まってるから。もうノーリアクションやけどね。もうノーリアクション。辛いのと甘いので。うわ。え？カブトムシ。あ、でも。ポイントは、彼女は本当に生きているってことだよ。お隣に見ようぞ。あら、もうこれこんな贅沢な経験ないよ。本物ですよ。僕が学生時代の時さ、ちょっと話せなくなっちゃうぐらい見てました。あ、本当に。僕、はい、好きな作品が聞きたかったです、今。KWD 415なんすか、それ。
あれめっちゃ良かったっす。何それ何ですかそれ。あれ品番です。品番です。俺、相馬さん、JP、小竹、千葉にゃんの5人組作る。レペゼンは抜きね、もちろん作る。おもろそうじゃない、そのチーム。どうも、どうですかね。で、俺がリーダー、俺がリーダー、終わり。俺がリーダー、終わり。あ、今度その YouTube 企画やってみようかな。俺がもしレペゼン以外で組みたいグループ。うわ、いいね、それ。めちゃくちゃ面白そうじゃない？当たり前や、俺リーダーで行くよ。俺がリーダーで行くよ。いや、めっちゃおもろ、今度やろう、その企画。めっちゃ面白そうじゃない？面白くないかな？いや、おもろいよね。面白いって言って。絶対おもろい。そう、絶対おもろいよね。見たいよね。釣り企画面白かった。うわ、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。釣り企画も100万再生いったし、銀太の1日みたいなやつも100万回再生いって。いい、調子ですね、毎週木曜。順調っす。みんなのおかげです、本当に。メンバーとかもそうですし、こうやって見に来てくれてる人たちのおかげなんでね。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。